ご覧の皆さん、こんにちは。バクステ外カンダイーチョメです。はい、上から読んでも下から読んでも有田リアです。早番では天使、遅番では小悪魔キャラでやっています。趣味は、寝ることと、お買い物に行くことです。私は黒髪ロングが特徴の、黒髪じゃないです、茶髪ロングが特徴ですので、よかったらお店に遊びに来た際には見つけてください。ぜひ秋葉原バックステージパスにお越しください。ありがとうございました。この度8月1日にインディーズデビューシングルプロデュースを発売しました。イエーイ。目の諸星あつなです。もんじゃ焼きが大好きです。でおしゃれすることも大好きで、持ち物はいつも派手ってみんなに言われます。とバックステではほとんど毎日いるので、来た際にはぜひ声かけてください。待ってます。この曲は作曲つんくさん、作詞しくら千代丸さんです。小さい犬ほどよく吠えるワンワン、ゆず様とお呼び、ゆうきゆずです。趣味はお料理を作ることです。特技は、書道とピアノです。お酒が大好きな20歳です。ぜひ秋葉原バックステージパスに来て、私を選抜メンバーにしてください。それではありがとうございました。バイバイ。曲調は、こちらの秋葉原バックステージパスのコンセプトに合った歌詞になっています。バックステージパスのうざかわいい担当の根岸ゆきなです。趣味は、ニコニコ動画のニコニコ動画の動画を巡ることと、ニコニコ動画系のライブに行くこと、あとディズニーランドとかディズニーシーに行くことです。特技はおたげです。バックステージパスではバラエティ班として活動してます。こういう面白いやつもいるので、ぜひお店の方に遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、この曲はこの夏ぴったりなアゲアゲでアッパな曲になってます。バックステ外神田一丁目のアミナリこと菅本亜美です。はい、今回は選抜メンバーにちょっと入れなかったんですけど、次からは絶対入るように、今すごい頑張ってる途中です。はい、私は歌とダンスが大好きで、ステージが結構ステージが見どころだと思うので、皆さんぜひ私のステージを見に秋葉原バックステージパスにお越しください。待ってます。歌詞にもあるように、業界史上奇跡のヒロインになれるようにこれからも頑張ります。なので応援よろしくお願いします。バクステ外神田一丁目のレイミンこと勝田レイミです。バクステのおっとり系担当です。趣味は、犬の散歩で、特技はクラシックバレエです。これからも応援よろしくお願いします。以上、バクステ外神田一丁目でした。バイバイ。